はい、皆さんこんばんは。2012年2月12日夜10時です。アップルニューストリームワンボタンの声第96回始めてまいりたいと思います。私は進行を務める山村と言います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、今、はい、結構ねたくさん書いていただいてるんですが、はい、早速じゃあスカイプで、いつものねお二人をお呼びしたいと思いますが、ちょっとお待ちくださいね。もしもし。あ、どうも、コンエアーの主人公です。誰か分かれへん。まあ今ちょっとね、はい、テレビで映画やってたんですけど、ね。マジ、はい、映画やってる情報今来たですね。ただ、コンエアーはもう、オチはさっき見えたんで。はい。そんなにもうあと長くないと思いますけどね。そうなんですか。そうなんですか。はい、でも分かんないですよね。ああ、まだ、はい、どんね返しあるかもしれないですね。うんうんうん、ですね。大、はい、先生、今、つながりかけたかと思ったら切れたので、多分まだ、机に戻ってらっしゃらないんでしょう。そうですか。ラスベガスで今頃ドンパチやってるのかもしれないです、ね。なんですか、はい、はい。今日のタイトルがね、メインのタイトル2つあって、1つがゲームのね、デバイスとしての Mac と iOS デバイスというお話と、はい、それからもう一つは、まあ、ソーシャルアプリとイベントっていうことでね、二つテーマ掲げさせていただいたんですけども。はい。はい、実は、昨日そういうソーシャル的なイベントがありましたので、はい、この方にちょっとお話を伺いたいなと思ってまして、今もうちょうど、ユーストをご覧いただきながら私のスカイプのコールを待っていただいてるんじゃないかと思うんですが、はい、お呼びしてみたいと思いますね。つながりますでしょうね。もしかしたらでも映画見てる可能性もあるんですよね。いや、それでも一応出ていただけるんじゃないかと思うんですが、はい、はいはい、今お呼びしてみます。はい、出るでしょうか。もしもし、もしもし、つながってはいるんだけどな今。もしもし、ね、こちらの音は聞こえますか。もしもし。ゲスト様の声がちょっと聞こえてこないですね。ゲストの方の、あの方の声が聞こえないんですが。そうですね。はい、はい、あちらからは聞こえてますということで、はい、テキストではいただいてるんですが。あ、そうですか。あれ、なぜあちらの音声がこっち入らないでしょうね。はい、そうですね。ね、松尾さんも私も、先生もいつも普通に喋ってるだけなので、トムさんも普通に、トムさんって今言ってしまった。あ、言った。まあまあまあ、いつかは分かるんですね。はい。どんくさ、今まで引っ張ってて言ってしまったよ。ごめんなさい。どんだけ段取り悪いね。すみません。はい。つながらないですかね、声。なんかチャットで書いていただいてるんですか。そうですね。はいはいはい、聞こえてますと。はい、でも、こっちがということで、トブさんの側が悪いようですね、はい、というふうに書いていただいてるので、今、いろいろ調べていただいてるのかな、はい。わかりました。はい。じゃあ、このまま繋いだままで置いときますんで、はい、ちょっといけそうな状態になったら、また、はい、喋っていただいてと思いますけど、ね、多分、音が入るようになれば、こっち声聞こえるようになると思うんですけどね。そうですね。いろいろ試していただきながら、随時、声かけしていただいたら、テスト発生とかしていただいたら。はい、いう風にね。はい。今、プチっていう音が来ましたけどね。どうでしょうね。あ、そうですか。はい。もう一回お呼びした方がいいですかね。そうですね。再接続した方が良ければ。はい。もう一回お呼びしましょうか。ちょっとそこの判断、難しいですけどね。はい、はい、はい、はい。はい。じゃあもう一度だけ待ちますね。はい。はい、ということで、はい、今日は、はい、トブさんをゲストにお迎えしてお話を伺う、はい、そうなんですよ。ことですね。はい。はい、まあ、それまでの間、まあ、ゲームっていうね、ことを今日ちょっと取り上げようと思ったんですけど。はい。あ、魚井先生からも、ツイートの方で、はい、そろそろ終わりです。はい、と何この乾杯仕掛けた時にギョーさんメインゲスト入ってくる状態のような。要はあるじゃないですか、イベントで。主品来ませんけど、とにかく時間ないのでも始めたいと思いますって、はい、始めた頃に来てしまうようなパターンの、はい、あの感じですかね。大石先生、じゃあいらっしゃるということで。なので、あれですよね。はいはい、映画終わり次第ご参加いただく、はい。終わり次第なのということだろうと思いますけど。もしもし、
はい、どうも。あ、上先生、大丈夫ですか、今。あ、今終わりました。あ、今終わったと思いますね。はい、はい、じゃあ、上先生です。予告編やってます。トランスポーターです。トランスポーター。はい。トランスポーターです。はい、ありがとうございます。はい。まあ、今日ゲストで、もうお名前言っちゃったんで、もう、トブさんって言ってしまうんですけど。あ、そこは聞いてて大笑いしましたけど。自分で引っ張っときながらね、ちょっとしくったんですけど。いや、繋がってはいるんですよ。そちらからスカイプの画面見てもらってもアイコンが見えてると思うんですけど、共通の通話、誰がオンラインに通話状態でメンバーに入ってるかいの見えてると思うんですけど、そこにはトブさんいらっしゃるんですが、向こうからの声がこっちにちょっと今入らないという状態でして、はい。まあ、ちょっと今確認をいただいているところですね。はい。もし映画見てるとかでご都合悪いようでしたら、はい、言っていただいたら大丈夫なので、はいはい、そんなことはないですいやいやいや、はい、今オフラインになってもう一回接続し直しをしていただいてるみたいですね、はい、はい、今ちょっと目がかゆかったのでごめんなさいね、かかしました。もしもし、あ、こんばんは。もしもし、こんばんは。あ、トブさん、トブ iPhone のトブさんですね、はいはい、はい、あ、どうも、はい、画面に今トブさんのツイッターアイコンを出させてもらいました。はい、こういう猫顔の方です。ほんまか。はい、ねえ、前からそうそう私伺いたかったんですけど、トブさんこの絵ってどなたかに描いてもらった絵なんですか？はい、あ、そうなんですよ、はい、描いてもらったんですよね。あ、いや、はい、結構気に入ってずっとツイッターでアイコン使ってらっしゃるんでね。誰が作ったんですか？今、ブログ名が、あれなんだったかな。iPad Creator ってやられてる。はい。ご存知ですかね。黒猫のアイコンの絵を使ってらっしゃる方。はいはいはい。はい。はい。何でしたかね。iPad のイベントの時に、はい。iPad のアプリで、はい、絵の有名なアプリって何でしたっけ？あれをか、あれで、はい、ジョブズとかに実際絵が紹介されてた。お、あ、そうなんですか。ライブスケッチか何か、アートスタジオから。アートスタジオじゃなくて、アートレジ。アートレジ。いえ、iPhone にもあるやつですね。iPhone にもあるもの。うん、結構、いろいろたくさん今、俺の絵描きがあって、まあ、そのうちの代表的なものをということだったんですね。あれ、あ、はい。出てこないですね。猫舌さんとおっしゃる方なんですけれども、はいはいはい。その方にがたまたまちょうど、なんか描かれたときに、僕が、それを保存したものですね。はいはい、あ、なるほど。はい、これ、はい、トブさんの似顔絵風の猫とかでは全くない感じですね。もともと猫アイコンだったんですけど、はいはい、それを、はいはい、絵で描かれてて、まあ、それをいただいたっていう感じです。そういうことなんです。トブさんどっちかというとジョージ・クルーニーなんでね。それ系です。それ系なんで、はい。松尾さんと一緒に並ぶと、もう濃い、濃すぎて、濃すぎて。トブさんそんなに濃いですか？いや、はい。まあ、もうじゃあ、はい、ウルバリン的な感じで、はいはい、ね、はい、はい。ハリウッド的な雰囲気作っていこうかなと思いますけども。はい、はい。はい。すいません。まあ、お忙しい時にね、昨日ちょっとお声かけて、今日ご協力いただくようなお話をね、ちょっと向けたんですけど、はい、すいませんでした。ちょっとお話の順番、今日ね、まあ、ゲームのお話もできたらと思ったんですけど、まあ、ちょっとまあ、順番逆でもいいかなと思いまして、今。昨日、大阪で、はい、まあ、ソーシャルって言ったらいいんでしょうか、割と iPhone のユーザーさんとか、ファンの方向けの、なんかファ、イベント、って言いますか。そうですね。はい。はい、あったわけですよね。はい、はい、そちらのイベントに参加されてきたトブさんにちょっとお話を伺えたらと思ったんですよ。はい。今ちょっとね、画面出しましょうか。そのイベント、どなたかのね、ちょっとイベントを出してきたっていうのがあるんで、ちょっと待ってくださいね。はい。ノーセカンドライフというブログをやっていらっしゃる立花さんっていう方が、そうですね、はい、D-PUB4 in 大阪っていうので、ね、その時の模様のね、お写真ブログに上げてらっしゃるんですけど、はい。はい。はい、ちょっと私の声が割れすぎということなんで、ちょっと私今ボリューム下げました。すいません。はい。これ、D-PUB、DPUB っていう、これなんか略称なんですね。そうですね。頭文字を取って、はい、デベロッパー、パブリッシャー、ユーザー、ブロガーの頭文字で DPUB という名前で。はい。はい。発祥は何なんでしょうね。発祥、まあ、今回が4回目だったんですけれども、はい、まあ、1回目から、
まあ、デベロッパーの方も、まあ、東京でもともと3回やられてて、はい、まあ、デベロッパー、パブリッシャー、まあ、ブロガーとかが、はい、まあ、参加されてたんで、多分こういう感じになったんだと思うんですけどね。はい。今、まあ、DPUB4 と書かれてるからには、第4回目ですね。はい、そうです、はい。最初の3回は東京でされてたんですよね。はい。はい、なんでまた今回大阪だったんですかね。主催される方が大阪にいらっしゃった。まあ、もともとメイン東京でやられてるんですけども、はい、まあ、いろんなところでやりたいというのがあるみたいで、はい、まあ、今後はまたいろんなところで、まあ、東京メインにしつつもいろんなところでやっていくように聞いてます。はい。なんでもこの会合の趣旨は、これまでこういうイベントっていうと、なんかやっぱりプレゼンがあったりとか、まあ、なんていうんですか、名刺交換会があったりとか、なんかこう、設定されたメニュー、お膳立てがあったりするものですけど、そういうものがほとんどないんですか？そうですね、はい、はい、基本的にはもう集まって、はい、まあ、最初の挨拶だったら、もう飲み始めるという感じの、はい、はい、はい、素朴な疑問ですけど、これはでも、なんですか、iPhone を書くとしたってことですよね。そうですね、ね、iPhone がやっぱり過去になってる、まあ、ブロガーですよね、はい、iPhone 系の、はいはいはい、まあ、ライフハック系の記事を書かれてる方も多いんですけども、はいはい、ごめんなさい、ブログのことに関していらっしゃるのでないとダメですか、それでも別に全然ファンの方でも、そうですね、はい、もうユーザーっていうのも入ってますので、はい、DPUB の U ですね、はい、だから、まあ、まあ誰でも基本的には参加できるんだと思う、はい、ああ、このお写真見る限り、まあ、モザイクかかってるんでね、別にこちらで出しても構えないのかなと思うんですけど、ブログの相当な集まりの具合だったようですけどね。はい、はい、125人。すごいですね。すごいですね。はい。会場もやっぱり相当大きいですか、これ。そうですね、それなりの広かったですね。これの今見えてるのの倍ぐらいですかね。あと、まあ、荷物置き場がちょっとあってっていう感じで。はい。おお。じゃあワンボタンのパーティーもこの辺で、これ場所できるといいですね。はい、まあトムさんは今回初めて参加だったんですね。そうです。はい。じゃあまあ東京と大阪でまたその感じっていうのも違うんでしょうね。ひょっとしたら。そうでしょうね。はい。はい。私もまあそれはいろんなこれまでまあガジェット系だとかいろんなところのねオフまあ参加したことありますけど、割とこうなんですかお酒で入ってしまって結構なんかお遊び始まってしまったりとかそういうことは何もなかったですか？そうですね、もうこれだけ人数いるんでいろんなことをやっぱり、ね、はい、やってる人はいたと思うんですけども、はいはいはい、まあ最近は一回だけ復活、一回だけってことないけど、復活言うて、パームのね、ユーザーグループのプーゴという老舗が関西にあるんですけど、最近はなんか、復活で一回だけまた集まろうという、催し予定されてたりもするんですけど、まあ、そういうガジェット系の集まりのイベントっていうのが、まあ、こちらのお話聞いたときにね、すごくそういうのを思い出したんですよ。まあ、私が、まあ、させていただいたのはマグネットで Mac のユーザー会ですけど、iPhone だと割と OS 結構またがってますじゃない、またがってますでしょ。メーカーもまたがってるし、メーカーまたがってて変やけど、Windows のユーザーも使うしってことね。はい、あ、なるほど。うん、Mac のユーザーも使うしっていう。そうですね。パソコンで言うと、それはあると思いますね。はいはいはい。ですから、まあ、Palmの時もそんなんだったんですよね。Mac ユーザーもいるし、Windows ユーザーもいるしっていう感じでね。はい。はい、なんか、まあ、なんか共通するものを感じるなという。そうなんか、Windows ユーザー嫌いなんか。微妙。いやいや、Windows ユーザーは嫌いなわけではないです。はい。Windows を私があんまり使わないだけのことです。はい。オレゴンババさんから、これが5次会まで行われるイベントと書いてらっしゃいますけど。なんか、すごい長い間やってるんですね、これ。だから。そうなんですよね。はい、まあ、お昼、12時半会場で、今、まあ、1時スタートだったと思うんですけども、はい、そこから、まあ、はい、始めてるの。そうです。おー。で、3次会までは、もともともう予約が入ってるんですよね。はいはいはい。だから、まあ、1時から何時くらいまでだったろう。まあ、4時ぐらいとか。はい、で、終わって、まあ、2時間、はい、2時間とか3時間ぐらいまでですね。はいはいはい、はい。で、あとは、ま、好きな人が適当にばらけていくっていう感じで。はいはい、まあ、お写真見る限りは、まあ、20代から30、40代ぐらいの間の方中心かなと思ったりもしたんですが、実際どうですか、年齢層っていうのは。
結構な年配の方もいらっしゃいました、ね、年配の方も当然いらっしゃいますね。あ、そうです。やっぱり若い人多いですね。はい。まあ、さっき iPhone って言いましたけども、はい、やっぱ SNS、まあ、はい、Twitter とか、Facebook とか、はい、まあ、やっぱああいうつながりがすごいじゃないですか、今。今ね、はい、はい。もうそういうつながりで、はい、もう大阪以外でも東京からも多分10人以上来てたと思いますし、福岡、仙台。仙台から、はい、仙台。はい、いろいろ結構来られてましたね。はい。おお。プロヒデさんから、男女比率はどんな感じですかというご質問が。125人いましたよね。はい。女性は10人はいたと思うんです。あ、そうなんですか。10、はいはい、10人以上いますね。はいはいはい。うん、15人とか20人近くいたかもしれないです。はいはい。で、まあ、ガジェット系のイベントですと、どうしてもね、男性の方の方が多くなるような感じはありますけどね。はい。東京といえば、そういえばあれですよね。アップルウォーカーさん、そういえば東京から来てたんですよね。あ、そうです、そうです。らしいですね。ギリギリは気がつかなかったんですけど。はい。あ、アップルウォーカーさん、お元気されてました。そうですね、お元気そう、はい。はい、ご夫婦でいらっしゃってて。あ、そうですか。はい。いや、本当はね、行きたかったんですけどね。その日はもう、うち卒業制作。ああ、なるほど。はい。だから生で、はい、ウォーカーさん、久しぶり僕も会って、話を聞いてると、はい、あ、なんか、某ポッドキャスト番組聞いてるみたいだなと思いながら。アップルクリップ。そうですね、アップルクリップ聞いてるみたいだなとか、なんか思いました、ね。はい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 。ねえ。はい。プロフィールさんがね、年配って何歳とか、ね、ずいぶんプロファイルかけてありますけど。まあでも私ぐらいの年齢の方までが受診なんちゃうかなと思うんですけど、そんなのないですか。もっとそんな60代70代の方もいらっしゃいます。70代の方はいらっしゃらなかったと思うんですけども。あ、そうなんです。はい、はい、まあでも50代の方は絶対いらっしゃいますね、多分。そういうはいはいはい。いや、まあ、Mac だけに限らず、コンピューターのファンの、あるいはまあ、そのユーザー会とかいろんなイベント見てましても、全体的な平均年齢上がっていってる傾向はあるかなと私ずっと思ってたんですけどね。でも、こういうイベントを見る限りは、やっぱりまあ、世代的に、若い方が、なんていうんですか、上のその年齢の方と、こう、なかなか合流できないで、はいるけど、その若い方同士のまたイベントっていうのもやっぱあるんだなという実感がちょっとね。見て取れましたね。はい。はい、ね、キャプテン田中さん、ごめんなさい、キャピタンタカさんからすごいですねと書いていただいてますけど、はい。次回はどことかそういうアナウンスはまああったんですか。はい。次回、まだ正式決定ではないと思うんですけど、5月ぐらいに東京を今目指してるというふうに聞いてます。おお。5月、はい。大相撲形式みたいに、東京、はい、どっかの地方都市、東京どっかの地方都市、まあ、地方都市というか、大阪も、うん。で、なんかやると思って。大相撲形式って。面白いなと思います。はい。ブログの方にそういうふうに書いてますね。そうですね、立花さんがそういうふうに書いてます。次の目標が、さっきおっしゃったように5月開催。そうですね。聖地、豚組しゃぶ庵でやりましょうと書いてます、ね。ああ。行きたいな。やっぱあそこは聖地なんや。あ、僕はシャブアンの方は行ったことないんですけど ね、 ああ、そうですね、豚組の本店の方、本店というか、はい、とんかつの方は行ったことあるんですけど。お、さん、今度シャブシャブ行きましょう。そうですね、この 5月のこのディーパブに行けるかどうかはちょっと分かんないですけど、ぜひまたシャブアンの方も行きたいですね。はい、いってらっしゃい。なんで寂しく言うねん、そこでって。ねえ、なかなか行けないですよ。山村さんも、はい、はい、行けるときに行きましょう。ね、行けるときにね、はい、はい、まあ、死ぬまで2回ぐらいは行きたいなと思ってますけどね。はい、また東京でも関東でもまたイベントやってほしいというお話もね、いただいてますし。そうですね、ありがたいです。販売ね。やりたいですね。はい。はい、はい、じゃあ、東京の次は、芋の宇宙で。ああ、徳島県のね。はいはいはい。高川県さんです。はい。はい、高川県で。はい。まあ、せっかくトブさんいらしていただいてるんで、トブさんの、ブログの写真もね、ちょっと今ご用意しようと思います。ちょっとお待ちくださいね。これはお顔の写真ですけども、それじゃなくて、あ、これじゃなくてね、すいません。ちょっとお待ちくださいね。今、こっちで準備してます。トブ iPhone さんの、サイトのお写真ですね。はい。まあ、トブ iPhone、iPhone、iPad、Mac を楽しむ情報ブログというタイトルで、もう何年になりますか？この
URL で始めたのは7年。あ、違う、7年じゃない。2007年で5年。はい、あ、もうでも5年になりますか。5年ぐらいですね。はいはいはい、はい。まあ、思えば、当番組も、まあ、これはユーストリームですけど、ポッドキャストでね、始めた5年前でもう始まった頃には随分お世話になりましたけども。はい。はい。まあ、今はね、ちょっとお住まいが変わってるんで、なかなかすぐにちょっと最近会えなくなってますけど。ね、前はよく本当お世話になりました。うん、まあ、情報いつも更新早いんですけど、夜中も更新やってらっしゃるんでしょう？そうですね、やってる時ありますね。ねえ、俺すごいなと思うんですけど、大体でも外国のニュース見てらっしゃいますよね。そんなことないですか？そういうのも多いですね。ニュースだけだったら、記事もポンと書けるじゃないですか。はい、まあ、さっき今みたいな簡単な記事だったらですね。はいはい、そういうのは多いと思います。はいはい、わあ、でも、細かくチェックしてはるなと思いますね。iTunes U で TED を見れるようになったとかね。こんなん私、先まで知りませんでしたよ。だいぶ前の話。そうですか？え、TED って。いや、これは本当2日ぐらい、はい、この2日3日だと思います、ね。iTunes U はそうか。iTunes U で見られるようになったいう。専用アプリはね、別にあったんですけどね。うん、っていうのもね、拝見してまして。あと、山村さん、はいはい。今年からなんですけど、はいはいはい。スティーブ・ジョブズ、はい、ミュージアム .net っていうのを始めたんです。ごめんなさい、それトムさんが始められたサイトですか。スティーブ、ちょっと今 URL 入れてみます。もうそのドメインが取れたところがすごい。スティーブジョブズ .net ですか。スティーブジョブズミュージアムです。あ、ミュージアム、ごめんなさい、スティーブジョブズもう区切りなしですね。はい、ミュージアム .net。 www が言いますけども、あ、はいはいはい、 .net。 今その URL をね、ちょっと今こちらで入れてみてます。はい、そうすると、あ、出ますね。はい、スティーブ・ジョブズ・ミュージアムというタイトルで。はい、これは、2月から始められた新しいサイトですか？今年、はい、まあ、年末、大晦日からから正確には。ああ、そうです。すいませんでした。ごめんなさい。はい。いえ。まあ、お亡くなりになってね、まだ日が浅いいうこともあって、次から次へといろんな情報出てくるところですけど、結構細かいところまで書いてらっしゃるようですね、これで見ると。YouTube にあったですね、はい、ジョブズがアップルでやったキーノートは60本ぐらい、はい、今リンクを貼って、ほとんどフル版で見れるように、はい、あ、はい。はい、してますね。あ、そうですか。今年に入ってからも、ジョブズの新しいなんか映像見つかったということで、マーキントッシュの開発グループのどなたかがアップロードしてましたね。あ、そうですね。コンピューターヒストリーの方にどっか上げてる人いましたよ。ああ、はい、まあ、結構ちょこちょこやっぱり増えてますね、最近見つかったものとかは。はい、はい、はい。もう、なんか、トムさんの中でのスティーブ・ジョブズという人物像が、我々とは随分、レベルの違うところまで行ってしまってるような気がしますけど、そんなことないですか？もう。いやー、でも、かもしれないですよね。もう最近結構、はいはい、ジョブズが読んだ宗教系の本読んでますからね。なんか違う方向に、どんどん掘り下げている感じですね。はい。だからここ最近、だから今月2冊ぐらい確かジョブズと前総統集も持ってるんですね。はい。だからその辺も結構気になってその辺読んでますね。はい。はい、その翻訳とかしたらどうですか？いや、それは無理です。はい。もう最後は一緒のお墓に入るって、それは無理か。血縁結んで何とか入れてくださいっていう。それ無理ですか。はい。ねえ。今、まあ、サイトの URL をブログの方にも、ちょっと、ブログっていうか、タイムラインの方で流させていただきましたけど、はい。まあ、そういうふうに、トブさん、日々、まあ、Apple の情報もそうですし、iPhone の情報もね、細かく追っかけていただいてるんで、我々も助かるというか、非常にありがたいサイトを読ませていただいてるんですけど、で、ちょっとまあ、今日のテーマっぽくお話を、すいません、ちょっとだけスライドさせてもらえるとありがたいんですけど、はい。まあ、さっきソーシャルのお話しましたね。最近、まあ、ソーシャルゲームバヤリーとか言うじゃないですか。まあ、ちょっと課金の問題とかもあったりするんですけど、はい。はははははみたいな感じ、ね。それ iPhone 版あるでしょ、もう今。ああ、そうなんですか。ね、はい、ありますけど、トムさんとかから見ていかがですか、ああいうなんかいわゆる課金型のゲーム増えていく傾向って、まだまだ盛り上がると思います？いや、正直全然わからないですね。ゲームほとんどやらないんで。あ、そうなんや。なんか、はい、はい。あ、いい、わかんないんで、本当、はい、どうぞどうぞ。いえいえ、はい。
まあ、と思いまして、ちょっと今日マークアップストアの方でね、まあ、ちらっとこう、ゲームのラインナップとか、今、ちょっとどんなあるかないのなんかね、ちょっとキャプチャーしてきましたけど、まあ、これは、対戦ゲームですか、オンラインで対戦するようなゲームのラインナップとかね、あるいは、まあ、レトロゲームっていうラインナップなんかもね、こう、ちょっと見てみたんですけど、正直、マークアップストアのゲームっていうのは、そんなにむちゃむちゃ面白いものは並んでないかなっていう。数は多いんですけど、はい、なんかのゲームの焼き直しとかね、昔あったやつをとりあえずマックに移植してみましたみたいなね。なんかそういうのをちょっと私感じたりもするんですけど。はい、ゼビウスはないですかね。ゼビウスないんですよ。ああ、残念ですね。ね、マリオもないし。まあ、任天堂がここでやろうとはなかなかしないとは思いますけど。そうですね。はい。はい、ねえ。ゼビウスってなかったですけど、ナムコミュージアムじゃないかな。あれはなんあれは iPhone、iPad ですよね。そうですね。iOS の方のね、デバイスにはあるんですけど。はい。Mac App Store の方は、はい。ナムコがやってるかどうかもちょっと知らないですね。見てみよう。はい。聞いたことないですね。ナムコが、パックマンはありますね、はいはい。タイムクライシスとか。だからナムコは参加してるのはしてますね。はい。はい、知りませんでした。はい。で、今 iTunes のアップストアのとこ行くとですね、これをおすすめっていうことで動画がちょっと上がってるんで、ちょっとそれ入れてみますけど。ゲームユアビデオというアプリで、6歳の子供だったら何ができるということで、ゲームだったらできるんじゃないかと。で、ビデオの編集はこれまで難しすぎたので、ビデオの編集をゲームのようにするようにすれば、もっと楽しく、個人が取りだめたビデオの編集をね、iPhone とか iPad でできるんじゃないかっていう、そういう着想で作られたアプリなんです。そうゲームユアビデオと。アップストアで今85円だと思いますけど、まあどこまで使えるものかってのはちょっと分かんないですけど、声をわざとアヒルのように声に変えたりとか、わざとこう少し早回しにしたりとか逆に回すとかっていうエフェクトをいろいろ選べるようになってるんですね。ですから iMovie とかみたいなかっちりした映像を作るというよりは、ちょっと面白くエフェクトをつけるっていう、それだけのためのようなアプリではあるんですけど、まあ、ゲームっていうところをちょっとこう視点変えて取り組んだアプリの例かななんて思いました。うまく編集して視聴率を稼ぐ、はい、そういうゲームではないんです、ね、そんなあくまで編集が目的やと。はい、はい、イモヌさん、マークアップストアは日本のアプリケーションが驚くほど少ないと。ああ、ね、これ US だともっと多かったりするんですかね、はい、どうでしょうね。ああ、でも基本的には、はい、発売元が、何カ国展開するかっていうのを決めるというか、はいはいはい、そういうものなんですかね。ね、はい。コアタンさん、さすがプロの方の方のご意見で、Mac に限らずパソコン版のゲームは基本収益悪いですからね、と。ほう。あ、そうなんですか。Mac App Store でも同じぐらいの部でお金もらえるんじゃないんですか。3割。率じゃなくて、はい、あれじゃないですか。数とか本数とか。あ、そういうことでしょう、はい。はい。開発にかかる対象バックとかってことでしょうね。はい。最初の数がまだ全然違います。うん、ああ。定期課金モデルないでしょ。はい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 。ああ。まだ。はい。だからどうしても開発の方は iOS の方で作るというふうになってしまうんですかね。まあね、はい。ロードランナーとか結構売れたいう話を聞きますけどねって、それ、いつの昔の話や。はい、ロードランナー本式が出てるんやったら絶対欲しいですよ、私は。あ、Mac App Store。とかで、Mac 版が出てたらということ。Mac 版でも iPhone 版でもいいです。ああ、はい、そうですね。本家本元版。あっちの方が、なんとかキャッスルの方が欲しいんじゃないですか。あ、ダークキャッスルはもちろんですけどね。はい、トブさん、ダークキャッスルゲームご存知ないですか。わかんないですね。ああ、やっぱり、じゃあ、あれカラーはなかった。モノクロしかなかったですか、あのゲームって。モノクロしかなかったと思うんだけど。ああ、お城の中を巡っていって、なんか、お宝までたどり着くまで頑張るゲームですか、あれ。そうじゃなかったっけ。全然分かってないよ。全然分かってませんね、あれ。なんかでも結構吊り下げられて、無知でしばかれたりとか、大変な目に遭うゲームじゃないですか、あれ。そんなことなかったですか。はしばかれませんよ。あ、そうです。はい。
まあ、私もまあ、トゥームレーダー大好きで、トゥームレーダー2がマークアップストア出た時、ものすごい喜んだんですけど、750円でダウンロードできるようになったのでね、もう4週ぐらいやりましたけどね。今まであんな長いゲーム4週もやったことなかったんですけど、はい。また3とか出へんかなとか待ってますけどね。まあ、昔の焼き直しのゲームでも面白いのは面白いんかなと思ったんですけど、ちょっと最近そういう私、まあ、トゥームレーダーみたいに、これはちょっと日本のゲームってあんまり知っててもやろうという気になかなかならなかったのが、これはちょっとやってみたいないうゲームが最近発表されて、これがそうなんですけど、残念ながら Mac 版じゃないんですよね。PS ビーターで、リリースされるグラビティ・ダ・デイズですか。重力を操るゲームですね。タイトル聞いたことあります、今 CM やってますか、もしかして。はい。壁溺れるやつ。そうですね、一応エネルギーが消耗してしまうとその重力を操る能力を失ってしまうんですけど、壁とか床とか、まあ、その普通の重力を90度曲げたりとか反対したりとかして攻撃したり逃げたりということができるゲームなんだそうです。まあ、グラフィックが綺麗なのとやっぱりなんていうんですかね、ストーリー仕立てがよくできてるんだろうなと。こういうのやったら酔ったりしません？酔わないようなやっぱり絵作りっていうのがちゃんとできてるんだと思います。昔のマラソンっていうゲームご存じないですか？ああ、マラソンご存じないですか？マラソンっていうですね、あ、上先生ご存じですよ、マラソン。FPS の最初の方を、はい、はい、マラソンっていう宇宙船の中をエイリアンと戦うゲームがあったんですけど、はい、あれは酔うんですよ。確か任天堂64でマリオかなんかをやった時に酔って、はい、もうそれ以来やってないですね。あ、マリオ64かな。そうですね、はい、確かどっちかはすごかったですね。もう64って酔います？64の、いや、64が酔うのかどうか分かんないですけど、そのゲームは酔ったんですよね、はい、マリオ64ですか、はい、それ以来やってないですね、はい、もう。あ、僕も酔う 3D ゲームってありましたね、はい、何ですか？なんだっだかな、うん、今のさんは、今のさんはドゥームで酔いましたって。あ、はい、僕はあれですよ、はい、なんだっけ、360の、はい、プロテクターつけて戦争行く映画みたいなやつ、そうそうそう、なんていうやつだっけ、緑色のボディの、マイクロソフト製ですよね。もう名前出てきて、クソ、クソ、あ、ほら、松尾さん知りません。アップルストアでイベントもやった。ああ、はいはいはい。名前出てけへん。忘れました。はい、桑田さんがカメラ制御ひどいと 3D 用意しますとか言ってたんですけど。ああ、やっぱりそうなんですかね。技術によって弱な、はい、酔いにくいようにも作れるということですか。で、最近のやつは、はい、あんまりカメラブレないように作ってあるんですね。ああ、そうなんです。そうそうそう。はいはいはい。なってるんで、ひどく酔わないようになってます。はい、近藤さん、ありがとうございます。ヘイローですね。あ、そうだ。そうだ。お待たせありがとう。すや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 。ねえ。はい。シェイプさんはアーケード、アーマードコアで寄って以来ゲーム卒業しましたと。あ、はい、あ、はい。そうですか。ねえ。いや、20年ぐらい前ですかね。まだドゥームとか、あれ、ウルフェンシュタインいうゲームあるじゃないですか。あ、あれが出た頃に、なんか雑誌で読んだんですけど、あれで酔うのはもう大人なんだそうですね。子供の間はやっぱり酔わないらしいんですよ。で、大人になっていくと、ああいうもの見てて酔うようになってしまうって書いてあって、そうかなと思ったんですけど、はい。バナナフレーバーさん、USJ の、あ、どうぞ。あ、ごめんなさい。はい。山村さんが大人になったのは、いつ頃ですか？はい、15の。そんなのどうでもいい話。15の話。後で、そうですか、はい。違いますけどね。はい。何をもって大人にするかにもよりますけど。はい。すみません。はい。今日、桑田さんいらっしゃるんでね、桑田さんのたまランチが聞きたいので、こういうゲーム情報も仕入れてみました。はい。これが、アームド&ゴージャスっていうゲームなんで、ちょっとお風呂上がりみたいに見えるのは、これ吸血鬼の女性なんですけど、途中で武器をどんどん追加していって強くなる、いわゆるバトル系のゲームなんですけど、はい、iPhone、ごめんなさい、iTunes App Store で170円で購入できるそうですね。ちょっと URL だけ流しておきます。
iOS デバイスのゲームでもこんなん出てきてんなっていうのが最近の実感なんですね。割とこの辺でパソコンゲームの感じを作るんじゃないかなと思います。はい、すいません、音大きかったですね、ごめんなさい、すいませんでした。はい、まあ、あの絵で見ていただいたように分かるように、まあ、あの女性のセクシーな吸血鬼を操って戦うというね。で、まあ、あのいわゆる課金型なんで、プロテクターみたいなものはどんどんこう購入していって強くすると、そういうゲームのようなんですけど、はい、まあ、ゲームがそうやって成熟していくんでしょうけど、なんか Mac の方、パソコンの方はどんどん寂しくなっていって、まあ、もし iOS デバイス、特に iPad みたいなものにもやっぱりシフトしていってるのが実感かなと、まあ、思うんですけど。 ちなみにあの、はい、コントローラーとか皆さんお持ちです？ゲームのキーボードじゃ不便じゃない、あのめんどくさいじゃないですか、操作してるラインで。はいはいはい、コントローラーですか？コントローラーね、コントローラーね、どっか行ったな。あ、あるんですね。パソコンではゲームしないですけど、今は、はい、あの iOS というか iPad でやるときは、あの吸盤でこうジョイスティックみたいなのをつけて、はいはい、あのフリンクという、はいはい、 ありますね、はい、やっぱああいうものを使います？あれでゼビウスばっかりやってます。何やそれ。ゼビウス、ゼビウスのためにやってるの。あ、クワタンさんから、はい、コスプレたまらんち来ました。来ましたか。ありがとうございます。はい、そのちょっと前には、おっぱいがあれば、はい、たまらんちすると思って。何でも絵分けちゃうぞ、というのを言ってます。他の人も、ステファンパパさんにも撮られてますよ。ニューヨークシーンたまらんちって。そうです、はい。あの、無事クワタンさんからの、こう、はい、たまらんちいただきました。はい、こんなことをやっぱりやってたら、あの、はい、バン食らうで。あ、まや。拡張高く、いつものように、してまいりました。いつ拡張高かったんやろな。はい。あの、コントローラーも最近はすごく、まあ、発達したんやなと思うのは、もうプリンターとかと一緒で、パソコン側でなかったらドライバー探すんですね、今、ゲームコントローラーも。おー、基本的にはもう、あの、ほとんどコントローラーなんか、ドライバーとかなくても、大体あって動くみたいなんですけど、あれもゲーム会社が全部のコントローラー調べてんのかなと思ったりもするぐらい。まあ本当は。コントローラーの仕様がだんだん統一されてきたからでしょ。ああ、ということですかね。はいはいはい。うたろうさん、専用のコントローラーがないとタッチパネルでは画面が見にくくてやる気にならないですと。ああ、それは言えますね。はいはい。ボタンをね、こう画面が指で隠れてしまう、そういうことですね。テクニックスさん、ゲームではないですけど、教習所のバイクのシミュレーターで酔いました。教習所のバイクなんで酔うかな。はい。まあ、人によってはですかね。桂川さんからは、観光バックスに乗ってて酔ったという、はい、もうだんだん何でも酔くなってきます、ね。酔った話だったらいいわけだね。はい。はい、森先生、いかがですか？まあ、さっき、まあ、パソコンから IO、まあ、iPad みたいなもんにシフトしていくみたいな、私、まあ、ちょっと話もしましたけど、もう、家の中でモニターとかテレビ向かってやるよりも、もう、iPhone とか、PSP とかみたいに持って、小さい画面でやるのが、もう、どんどん主流、なっていきますか、この後も。まあ、主流でしょうね。ええー。やっぱり、めんどくさいじゃないですか。はいはいはい、家っていうのは大体楽な方に楽な方にしか行かないもんなんで、ええ、やっぱり、ね、いつでもどこでもっていう風になっていくのは当然でしょうしね、はい、今まあ出るかどうかはっきり分かりませんけど、まあ、ITB というか言われる名前で出るんちゃうかと言われているようなデバイスがね、はい、あれゲームやってる画面がそのままなんかこう Bluetooth なりでつながってて出るんだったら、それはそれでありかなとも思うんですけど、いやだから要するにスクリーンを問わないっていうアイデアはありだと思うんですね。はいはい。要するに小さい画面でもやってるし、小さい、外で やれたらいいし、はい、家帰ってきたらそれをでっかい画面にスイッチしてやれるとかね。はい。いうのもあるでしょうし、それともう一つは、なんていうんですかね、ちっちゃいヘッドマウントディスプレイみたいなのがもうできてきてるじゃないですか、メガネ。はい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 。ああいうのを使って、まあ、どこにいてても、要するに大画面。みたいな感じになる。はい。まあ、その代わり、どっかでぶつかるかもしれないんですけどね。あまあ、そういうのも、まあ、ちゃんとできるような、要するにちょっと半透明になってたりとかするかもしれないですけど、はい。まあ、そういう画面のものを作っ
つけたりとか、いう形でやるのと、はい、まあ、二方向かな、はい、どっちもあると思いますけど。まあ、トブさん的にはどうですか、ゲームはまあやらないという話でしたけど、でも情報をいつも追っかけてる身としては、今、ITB らしきものがどんな仕様か、すごい気になるところでしょう。そうですね、気になりますね。だからそこをゲームっていうのが何か関わってくるとしたらどういうことかとか、ご自身で何か情報をかけたりしてます？そんな。いや、それは分からないですけど、でも、はい、iPad アプリがとか、はい、可能性はありますよね、iOS で動くとかっていう。はい、もう、トムさんは多分霊界を通じてジョブズさんと話できると思うので、はい、多分ちょっとそういう情報も得てもらえるんじゃないかと思ったりするんですけど、さっき、どなたかで今、タイムラインちょろっと見えてたのが、バーチャルバレリーっていうゲームがありま、あったそうなんですか、どうなんですかって書いてる方が。バーチャルバレリーはちょっと言えませんね、はい、ここでは。言えないですね。言えないようなゲームなんですか。ちょっと大人すぎるゲームですね。ちょっとググってみます。ねえ、まあ、ちょっと僕この後はい、もう黙り込んでしまったらそっちにのめり込んでるかもしれません。すいません。はい。はい。イモヌさんがトブさんの赤がストラトスだったっていう前のアカウントで。ああ、ユースト用のアカウントがね。そうかもしれないですね。はい。桑田さんおっしゃるには、ただグラフィックデザイナーさんは大画面でゲームを作りたいみたい。やっぱりそうなんですかね、絵作りっていうところだと。でも、うん、思いはありそうですよね、はいはいはい、高精細で、HD で描きたいとか。うん、はい、でも小さい画面が主流になっていくと、小さい画面に合った絵作りみたいな風にしかなっていかないでしょうかね、そうなると。あんまり細かいとこ変えても仕方ないかと、グラフィック早く表示する方へ注力するとか、ああ、まあそれはそれで寂しい話ですけどね。あ、ゲームにもよりますかね。iPhone4 のその機能をデモンストレーションするような、はい、ゲームというかそういうコンセプトを示すアプリがあったんですけど、それなんかすごい書き込みが細かくて、はい、うん、早くてとかですけどね、名前忘れちゃいました。インフィニティブレードとかはすごいですね。あ、そうですね、はい、それはすごいですね、はい、インフィニティブレードは今2も出ててですね、2の方は少しまた技が増えたんですか、はい、あれ、あれでもアップデート来た時結構困るんですよ、データでっかくってね、いつまでも終わらなくてそうですね、はい、まあ、ドラゴンウィンさんはゲームは自ら禁じております、なぜなら子供以上に止めることができないのでと。ああ結構ハマる方向なんですね、はいはい、ね、気持ちは分かりますね、はい、最近でやっぱりハマってる系かなっていうのは、まあ、マインクラフト系は私 iPhone とか iPad でどうしてもやってしまいますね。あのもしかしてキャラクターが僕に似てるっていう。ああ、そのエデンとは違う、エデンっていうのとマインクラフトっていうね、2つ今まであったんですけど、もう1つ出てきましてね、今日見つけたんですけど、はい、マインビルダーっていうんですよ。ちょっと映画も今日用意できなくて間に合わないですけど、やってることほとんど一緒なんですけど、もしかして問題になってる類似ゲームとかのダフあの、ね、でもないですか。あのね、多分そうかもしれない。だからあんまりここで URL 出したりとか、まあ、気になる人はまた調べてもらいたいんですけど、ただ遊んでみたら本家以上に面白い。これはいやいや、本家のマインクラフトがあんまり機能を投じてないんです。本来受けになってる、あの穴掘っていったらモンスター出てくるやとか、部品、あの素材と素材組み合わせて新しいあの素材作るとか、そういうのが実装してないんですけど、そのマインビルダーっていうのはそれができるんですよ。でこれまた揉めるんちゃうかなと、先にこんなよそがやってしまったり、どこが先やってたみたいなことを言い出すんちゃうかなと思ったりしたんですけど、まあでも、まあ、あのその辺が iOS デバイスのゲームのすごいところであり怖いところかなと思いますね。先にやったもん勝ちみたいなところがちょっとあったりして、先ほどなんか新しい情報ありませんかっていう、ステファン・パパさんからなんか書き込みあったりしたんですけど、この2月ぐらいなんか情報がなかなか入ってけへん時ないですね、今年は。3月1週の、はい、3月1週にね、
はい。あれは話されました。イベント。まあ、来週、今週流れるポッドキャストで出てくるんですけどね。まあ、まあ、でもいいんですけど、そんなに深く話してませんから。はい。はい、で、トブさんはやっぱりそれ狙いですね、情報。そうですね、ほぼ確定だろうなと思いますね、はい、そこで、はいはい。ほぼ確定出ましたって。はい。頭角情報っていうのは赤くもう画面に出してもいい感じですね。はい。はいトムさん、まあ、私ども、まあ、ポッドキャストをユーストリームやりながらね、アップルからの発表をリアルタイムで夜中よく追いかけてやってますけど、はい、あの時間、やっぱりトムさんも夜起きてずっとブログ書くために、もうチェックずっとやってるわけですか？そうですね、してることが多いですかね。はい。まあ、私ら生でやってますからね、その結果を待つっていうんじゃなくて、はい、その過程を追っかけてる感じになりますけど、割と、その、4時ぐらいまで寝てても大丈夫になっちゃいますの、ダメですか？ 4 時ぐらいまでガー寝て、ガッと起きてから、すぐにバーッとチェックしてっていうんではダメなんですか？ああ、いや、記事出すだけだったらそっちの方が、簡単かもしれないですよね。はい、でも結構、最近その、例えばこの前のだと、iBooks オーサーは最後の辺だったじゃないですか。ああ、そうですね。最近 iBooks の2が出たじゃないですか。はい、はい、はい。それでどこのブログ もかい、特に海外顕著なんですけども、はい、iBooks がまず出ましたってブログ記事書いて、はい、iBooks 大阪が出ましたってブログ記事書いて、あ、そうなんですか。もうそういう感じになってきてるんですよね。あ、そうなんですか。もしくは一つのブログ記事をどんどん更新していくっていう、はい、そういう風にして皆さんも情報を出すのが早いんで、はい、まとめて書いてるともう、はい、もう知ってるよっていう感じにはなったりです。もうブログがチャット状態ですね。そうですね。はい、それはでもなんか意外でしたね。まあまあ私らずっと生放送ばっかりやってるから、あんまりそっちの方にこう注意して見てなかったです。そうなんですか。いや、リアルタイムで見て、はい、他のブログも見るから、はい、そんな感じですよ。はいはい。すぐ速報も出すっていう感じですよね。はいはい、そうですね。はい。まあ、ブログで情報を得たり、それから、まあまあゲームの新作なんかもそうですね。やっぱりみんなであっちこちからブログで情報を得たりすること多くなってますけど、トムさん自身どうです？ブログ以外なんかこう、情報発信やってみようかな、なんかないですか？ブログ以外。今考えておられ、なんかそんな。ポッドキャストとか、それこそユーストリームとか、ということですか？いやいや、まあそういうのでなくても、まあ最近はほら、タンブラーで、とにかく自分の、こう、書くの以外の分野をこうやってやったり、ブログみたいにしてやるだすとか、ね。とりあえずそれで言うと、まあ先ほどのスティーブ・ジョブズミュージアムっていうので、今全部、はい、そっちの方に。今、情報をまとめて、はい、もうウィキペディアみたいに、ジョブズのウィキペディアみたいにしたいなと思ってるんで。はいはい、はい。なるほど。日本語でとりあえずジョブズさんのことを見ようと思ったら、ここ行ったら間違いないよ、いう。そうですね。一通り情報が網羅されてるようにしたいなと思う。はいはいはい、なんか、アプリがありましたでしょ。ジョブズさんの、スティーブ・ジョブズさんの、ディア・ジョブズかなんかいうアプリ、iOS アプリ。そうですね。いくつか確か、ジョブズのアプリはあったと思うんですけど。ねはい、だから、アプリもどうですか？スティーブ・ジョブズミュージアムアプリっていう。いいと思いますよね。はい、だから、いくつか、例えば、最近もう名言の本とかいっぱい出てますけど、やっぱ名言好きな人は多いですからね。はい。ウーさんからは、久しぶりにご尊顔を伺うという、山田さん、肉が顔に来てます。言わないで。ね、自分でもね、これは試練やと思ってね、ユーストで顔、私、このユーストリームだけなんですよ。ツイキャスでもほとんど顔なんか出さないんですよ。で、これをわざわざ YouTube にも上げてしまってるんですけど、その映像を見るたびに、痩せなあかんな、って反省してる。すいません。はい。ま、最近、髪を切られた影響も、はい、あるかなとは思いますけど、ね。あるかもしれないですよね。はい。はい、こんな逃げ道を作ってはいけない。はい。昔は報告出たんですよ。すいません、昔も出たって知らないですね。はい。トムさんはそういえばあんまりダイエット縁のない感じですよね。引き締まってますよね。そんなもんないですか？僕もちょっとやばいですね。運動が少ないんで。あ、そうなんです？前でもなんか自転車乗ってなんかしてありませんでした？ちょっとすいません、こう言ってみます。自転車。はい。自転車あ、いえ、全然自転車は乗ってないです。そうですか、すいません。すいません。ごつい間違えました。ごめんなさい。はい。はい。まあ、ゆうのさん、ブログで速報ニュースは結構大変ですよね、私には無理だと。うん、やっぱり、まあ、イモヌさんから、トブさん、電子書籍出せばいいのに、言ってなってますよ。はいはいはい。
Kindle で、例えば US の Amazon 行くと、はい、今すごいことになってるのご存知ですか？もうほとんどブログ記事みたいなのが本になって1ドルしないような価格で売られてるんですよね。はい、ジョブズの本とか。すごいですよ。すごい安だ、あ、ものすごい簡単に出せるのありましたからね。はいはいはい。え、それはジョブズさんのことだけじゃなくて、いろんな話、別にそれにと。当然何でもあるんでしょうね。あるんですけど。ジョブズで Kindle で探したら、本当にすごい、もう質の低い記事の内容の薄いものから、すごいありますね。はい、まあ、それが、廉価ということはもう10円、20円レベルってそういうことでしょうか。一応多分1ドルからだと思うんですけども、はい、なんですかね、Amazon の、な1000円ぐらいの、なんか、有料プログラムありますよね。はいはい、何か忘れましたけど、そういうのに入れば、もうタダで手に入る本とか、いっぱいあります、ね。日本にもその波来ますかね。Kindle が来たら、それはやるでしょうね。はい、Kindle で有料課金で、はい、読み放題みたいなのは、していくんじゃないかなと思いますね。もうじゃあ僕もジョブズと私っていうのを緊急出版したいです。はい、すごい質の低い。まず書き出しは？書き出し。私がジョブズに出会ったのは、かっこ実際に出会ったわけではなく雑誌で見たのがという。それはオーダーって言えへんねん。はい、そんなもうのっけからダメダメな感じですね。はい。はい。まあでもトブさんそうやって伺ってると結構あれですね、アップル周りとかいうだけじゃなくてもいろんなところやっぱりチェックされてるわけですね。まあでもアップル周りですけどね。はい、あ、そうなんですか。アップル周りでたまたまジョブズの Kindle でどんな本があるのかなと思って見たりと。文房具を好きじゃないですか。まあまあ好きですね。ね、はい、文房具のブログはやってませんでしたっけ？それは私もまたお間違いです。すいません。でっち上げそうになりました。すいません。はい。でも、なんか、ピンタレストかな？なんかに写真上げてありません？この文房具素敵みたいな。まあね、なんか。あまり記憶ないですね。あ、そうですか。一回ぐらいはあるかもしれないですけど。はいはいはい。今ちょっと思いました。ピンタレスト私、例に挙げたんですけど、ピンタレストとかいかがですか？ああいうの。いや、すいません、まだ実はやってないんですよ。ああ、そうなんですか、すいません、ごめんなさい。はいはい。まあ、あれもね、最近はちょっと、写真投稿というよりかは、どっちかというとツイッターのリツイート的な感じで使われる方が増えてて、結構面白いんですけど、今日ピンタレストやってて気づいたんですよ。ピンタレストって写真投稿するときに、ちょっと小さいコメントつけれるんですね、投稿者自身が。はい、で、例えば、まあ、新しい iPhone のケース、面白いの見つけた、いう写真どうかのウェブサイトのピンタレストに上げるときに、はい、新作ですって書いてあげる、こんなん誰でもできるんですけど、はい、この新作ですという言葉の後ろにね、US だら20とか書くでしょ、はい、そしたら画像の上に帯でプライスカードみたいにして20ドルっていうのが出るんですよ。あ、なんか消えてしまいました。僕、誰かが、いや、大江先生が落ちてしまった。はい、はい、あれ、今日、間違ってね、値段一応変えたら分かりやすいかなと思ったら、プライスカードみたいにして出てしまったんです。びっくりしましたけど。はい。なんか、だから。それって何か意味があるんですか、はい、プライスカード。あ、だから、物を売りたい人には一番いいアピールできるってことなんじゃないですかね。そこから購入に行けるとか、そういうことではないですか、ね。購入、直接にはならなくても、その購入サイトからの写真を引用にすれば、リンクを貼れるっていう。リンクできるっていうね。はい。まあ、そういうものもね、まあ、出てきたなという、はい。イモンドさんはトブさんもっとカロリーの高いものを食べに行きますかといただいてますね。そうですね、イモンドさん徳島で、トブさん香川です、ね、香川。さっきから香川と徳島を間違えてすいません、ごめんなさい、はい、香川で、はい、でトブさんが今広島でいらっしゃるんですね、はい、ですから時々2人で密会されてるんですね。そうですね、たまに。一回とか言ったらないけど。なんか食べました。カロリーの高いもんってなんなんでしょうね。でも、うどんも結構、はい、ずっと食ってると太りそうだなって、太るって言いますよ。そうですね、はい。そうなんですか。うん、肉うどんとか、その具のええもんばっかり食べるからでしょう。そんなことないですか。うどん自体がやっぱり、あれで腹いっぱい食ってると、太ったっていう人をよく聞きますね。はい、おー、イモノさんはね、結構ええもん、いつも食べてはるような気がしますけど。それ、そういうキャラ、はい、はい、あれですよ、富豪キャラやから。富豪キャラやからね。はいはいはい。まあ、実際、いいもの食べてるかもしれませんけど。はい。はい、
まあ、ということで、まあ、今日すみません、あんまり内容の濃いお話ができなくて、大変、私の何ですか、話の回し方が下手くそで大変申し訳ないんですけど、はい、でも、まあ、トブさんから今日はいろんなお話が伺えてね、非常にありがたかったですけども、はい、はい、いい、ありがとうございます。はい、先週ね、この番組でも言いましたけど、ポッドキャストのタイムマシンラジオ、ワンムタの声という番組が、はいはい、先週から配信始まりまして、はい。で、ね、松尾さんとも、松尾さんは2番じゃダメなんですかとか言われたんですけど、いや、1番でって言って。連合的に。はい、って言ってたら、はい、そこ1位になったという。そうですね。はい、おめでとうございます。いえいえ、ありがとうございます。皆さんのおかげなんです、ほんまにね。田村さんとかのツイートをご覧になって、はい、アクセスしてくださった方も結構おられたかもしれないですね。はい、そのおかげで1位になったかもしれません。はい。はい、あ、いいですよ。そうなんですよ。今朝の、今朝っていうか、まあ、日曜日の朝の5時ぐらいに、鶴瓶さんにまた抜かれて、今2位なんですよ。これは1位の時の写真をアップロード、画面にね、画面を出してますけどね。はい。まあ、一瞬やと思ってましたから、まあ、全然それでも、まあ、検討した方やと私は思ってるんですけど。そうですね。何日間かは、はい、1位に君臨してましたから、ね。君臨っていう言い方もあるけど。はい。はい、でも本当は、ありがとうございます。まあ、もちろん私だけでやってるんじゃなくてね、上先生、松尾さん、その他皆さんのね、ご協力もあってのことなんで、本当にありがとうございます。はい。まあ、日曜日もね、だから1984年の後半をもう今出してますんで、まだ聞いてない方は、また iTunes で探して、登録もしてね、続き聞いていただけたらと思うんですけど。はい、あれ、1970年代とかもやったりするんですか、はい、一応 Apple、Mac の歴史を考えて始めましたんで、一応84年スタートなんですね。あ、そうなんですか。でもそのうち70年代行くかもわかりませんけど。ぜひですね。はいはい、はい。まあ、84のやつは、はいはい、まあ、懐かしの、始まって、ポッドキャスト始まって1年後ぐらい、1年経ったぐらいの音楽になってたじゃないですか。はい、はい、はいはい、そうです、ね。ぜひ70年代の時は、はい、本当に一番最初の音楽で、ぜひ。一番最初の音楽って何？暗いやつ。はいはい。あれは嫌やな。あれ嫌え。あれをぜひ、ベースの音だけ響くやつなんか。あれね、知ってる人は知ってるけど、もうガッツリ暗いんですよ。自分でもようあんのかな。ドロ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 いね。いや、自分でもね、明るくすると全くなくてね、暗いので行こうんだからあんなん作ったんですけどね。いや、でもぜひやってほしいです。そうですか。まあ、一回ぐらいはあってもええんかわからないですけど。ねえ、まあ、ちょっと暗いな、あれはと思いましたけど。はい。まあ、ぼちぼちと出していきますので、まあ、ストックもありますから、しばらくはまあ続きますのでね、また、はい、聞いていただけたらと思いますね。本当に。はい。はい、ステファンパパさん、トブさん声かっこいいなと。あ、ありがとうございますけど、はい、カラオケ結構あれですか、よく行く方ですか。いや、行かないで、普通は普段は行かないですね。イベントの時になんか、はい、やっぱカラオケの時もアップル絡みの選曲を行くとかそれはないですか。あ、でもフェイスブックの時の歌とか、ああいうのたまに歌ったりしますね。もう、2フレーズぐらいでやめますけど。あ、そうですか。Facebook の時の歌って何だろう。ルイ・アムストロングの When You Are Smile とか、はい、はいはいはい。歌ったりしてたじゃないですか。ああいうのとか。はい、おごめんなさい、今、すいません。話に乗れない。その曲がどんな曲か分からない。ごめんなさい、これ。Facebook の CM、あ、Facebook じゃない。FaceTime の。あ、FaceTime か。ごめんなさい。Facebook や思ったから分からなかった。あ、FaceTime のコマーシャルね、はいはいはい。あ、それで言われて分かりました。すいません、すいません。はいはい。ね、前、はい、東京公開録音、ワンボタンの東京公開録音のあと2次会、3次会ですかね、野間美幸先生とこうカラオケに行った時に、あ、他の方もたくさんいらっしゃいましたよね。はい、他の方、はい、たくさんおられましたけど、はい、おかゆ MacBook のジャックさんが iPod の CM ソング、はい、iPod Nano の CM ソングを、はい、歌ってたのがかっこいいなと思ったりしましたけどね。はいはい、さすがだなと。松尾さんの時何歌ってたんでしたっけ。僕ですか。僕は、はい、なんかえらいシャウトするような、なんか激しいもん歌ってたような気が。激しいの歌、あ、ちゃいました。そうそう。なんか、あの場の空気がみんなで、ボーイを歌おうっていう。はい、そんなんなってたあの時。ありましたね。そうでしたっけ。特定のメンバーが、はい、ボーイとか、コンプレックスとか、あの辺を歌って、はいはいはい、僕も、はい、歌ってましたね。
はい、秋葉原の割と、なんていうんですか、国道寄りの方のカラオケのお店でしたけど、はいはい、あそこ良かったですね。大阪にあんなカラオケボックスないから、あれまた行きたいなと、つくづく思いますよ。あ、ね、そうですね。はい、あ、なんていうお店でしたっけ、全然覚えてないんですけど。あ、名前忘れちゃった、はい、東京では結構チェーン店で、はい、なんてことあったと思いますけど ね、はいね、はいはい、カラオケお詳しい方またよろしくお願いします。はい、最近は森先生の歌もあまり聞く機会なくて、森先生とカラオケ行ったんで、もうだいぶ昔ですもんね。10年近いとこ多いです、ね、そうですよね。はい、あの時山村さんは何を熱唱してましたっけ、はい、あの時はね、だから日本インド化計画を、ほら、マック化計、日本マック化計画とか歌ってた、ね、あれやね、あのカラオケでね、替え歌をね、歌うっていうのをやってましたけど、替え歌やね、はい、ということでした。はい、いつまいか夜方でしたね。すいません、ありがとうございます。はい、はい、MacBook Pro の充電がだんだん今できなくなりつつあるところで、まあ、まっすぐには切れないですけどね、電池ありますから。はい、イモノさん、その店行きたいなと書いていただきましたが、あ、はい、書いていただいてますね。パセラっていうお店でしたね。パセラですか。MacBook さん、はい、ありがとうございます。はい、あ、はい、野間美樹先生も夫と書いていただいてますけど、はい、その時のことをね、思い出していただいたでしょうか。はいはいはい、はい、はい、まあ、あれこれ、まあ、やってまいりました。はい、トブさんもこれからもまたイベント AUGM とか、まあ、あちらの、ICUG の方とかでも、はいはい、またいろいろお世話になると思いますんで、どうぞよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。はい、再来週行きますんで、そうですね、大阪もありますね。はい、広島の方はなんかご予定とかは今はまだ公開ですか？今のところはないですね。ないです、はい、はい、また会った時にはね、はい、まあ、番組で紹介したいと思いますけど、はい、はい、ありがとうございました。ということでやってまいりました。まあ今日はまあそういうところで、まあ、ちょっと早めでもう両方超えましたんで、あれですけど、はい、おやすみなさい。はい、どうしようかなと思って、いや、トムさんが終わるからって思ったけど、いやいや、大井先生、松尾さん、いかがですか、なんか。そうですね。あと、はい、今週は、大井先生のイベント、はい、大塚商会の実践ソリューションフェア、ありますよね。はい、ああ。その辺の告知は、告知はっていうか、もう、もしかしたら枠はいっぱいかもしれないですけど。枠はいっぱいらしいんですけどね。はい。何したらいいか全然分かってないですけど。ああ、そうですか。結構、ぶっつけ本番的な。ですか、今もお申し込んでもいけないんですよね、確か。多分いけない。ですよね。ただ平日ですか、確か。平日ですね、水曜日の朝なんですけど。はい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 。まあ、別に私はどうでもいいですが、はい、ソフトバンクの中山さん。はい。中山、はい、五輪男。はい。岩尾さんでよかったですね。岩尾さんですね。はいはいはい。五輪男って書いてあるはい。岩尾さんと、あれですから、ロビさんですから。はいはいはい。そうですね。ロビさん。はい。と、三人でなぜかパネルをするということになってるんですけどですね。はいはいはい。よく何喋っていいか、ちっともまだ来ないので、私どうしたらいいのかなと思ってるんですけど。はい。スマートデバイスが切り開く新しいビジネススタイル徹底討論らしいですね。はい、そうなんですけどね、はい。どうしましょうかね。ビジネスなんか全然してないのになと。タイトルもなんか決めてからこれ、出るの決まってからこれでいいですかって。はい。しゃあないなと。今ちょうど写真が見つかりましたので、ちょっとだけそれ挟んでみますね。これですね。はい。タイトルが、今、松尾さんね、おっしゃられた通りの、ビジネスということでね。はい。お三人のね、お写真。なんか、パネラーのトップに載せられてて、はい、私、どっちならいいのっていうか。はい。二人に睨まれてるのに、魚井先生笑ってるような感じに。はい、あ、ほんまや。左と右で、写真が。はい。アップルクリップの丸山さんもお越しになるんですね。そうそう。はい。はい、アップグルーの丸山さんがコーディネーションなんですけど、はいはいはい、何したらいいのかちょっと教えてくれなくて困ってます。今、サイトで、はい、申し込み
しようとしたら、一応なんか受け付けてくれそうな感じはあるんですけどね。そうですか。なんか見てたらもう全然ダメと思ったんですけど。ああ、そうですか。どっかまた違うところから。なんか一応入力できそうな感じではあるんですけど。はい、あ、そうなんですか。はい。一応 URL 流しておきましょう、そしたら、ね。もし、はい、もし行ける方はぜひお試しくださいという感じですけど、ね、はい。行けなかったらすいません。今 URL ね流しましたので、はい、またチェックしてください。朝早くってね。10時からですね。10時からね、はいはいはい、朝9時集合って言われたんですよ。ああ、めっちゃ早起きしていかなかったから、きっと頭朦朧として喋ってくれるから、頑張ってくださいよ、そう言わずに。はい。ということですね。絵が戻らなくなった。よし、あ、戻りました。はい、すみません。はい。沼先生からもまたパセラ行きましょうと書いていただきましてありがとうございます。ぜひぜひ。ね、ほんまにね。楽しかったです。はい。ね、はい、純3413さんから、こんばんは、アデレ見ていて遅くなりました。アデレって何アデレって映画なんかですか、はい、バナナフレーバーさんから、進歩5555と書いていただきまして、これ BCL やってた人しか分かれへん話。何ですかあの、受信状態をね、放送局に書くときにコード表でその通知簿みたいにして5段階評価で書くわけですよ。で、それ5並びで一番最高の状況っていうのをね、進歩5555って書いたんですけど、それを今書いてあって、こんなん分かる人今グッズ少ないんやのに、と思ってね、笑ってました。はい。はい、さっき。お得ばりさん。はい。ほら、AGM 大分にどなたかいらっしゃいますかっていう。大阪方面から。我々3人はちょっと、はい、ちょっとね、行けないんですけど、トブさんも行けないんですけど、はい、トブさんは、あ、僕も今のところはちょっと行けなさそうですね。広、はい、島方面から誰か行かれる人とか、ああ、ちょっと聞いてないですね、どなたか行かれるのかな。はい、まあ、ぜひ、大分参加された方、またその時のご様子など、コメントとかなんかでね、ブログを書かれるとかなんかで教えていただけるとありがたいんですが、あ、ゲストに出ていただいても。はい、あ、そうですね。はい。また行かれた方からのね、情報をお待ちしてます。はい。純3113さん、先ほどのアデルと言いますね。すいませんでした。アデルか。はい。すいません。はい。そういえば、九州方面も、もう、最後に行った。去年も、大分行けなかったんね。そう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 。私、去年、九州方面行ってないんちゃうかな。去年は行ってないんじゃない？ですね。一昨年福岡行ったんですもんね。ああ、そうです、ね。去年は意外とやってないんですけど、神戸で一回やって。神戸、はい、神戸ありましたね。はい、ですから、また行きたいですね、九州もね。ああ、はい、そうですね。まあ、はい、もう言うてもええわ。いや、まあ、まだいいかな。私昨日言ってた件ですか？ああ。あれはまだもうちょっとちゃんとしてからないと言えないですけど、はいはい、まあ、でもまあ、近々、やろうとするかもよっていうことですね。はい。はい。はい。まあ、その時はよろしくお願いいたします。ということで、イエローマジックさんも本日の配信メリット5でいただいてますよ。まあ、アマチュア無線やってる人しか分かれへんやろ、それ。ねえ、トブさんなんかどうですか？アマチュア無線とかって、世代的にはあんまり、こう、分からない方じゃないですか。そう、僕らの世代ではないですね。ただ、兄貴が持ってたんで。あ、免許なんか。免許ではないんですけど、何なんですかね、はい、違法なんですかね、あれ、わかんないです。違法違法わかんない。あれ、そういう文化もありましたよね。まあね。多分持ってましたね。はいはいはい。ね、あと、パーソナル無線という違法じゃなくて免許もいらないやつもありました。パーソナルとか CB じゃないの。あ、かもしれないですね。そういえば、まあ、その、トブさんとの絡みで考えると、ジョブスさんの本読んでても、ジョブスさんそのものがあんまり無線の方に傾倒して何かやったって、あんまり話出てきませんね。そうですね。一番最初に作った機械とかが、でも、なんかそっち系じゃなかったでしたかね。無線だったかな。なんか、うん。ちょっとすみません、覚えてないですけど。無線を使って、テレビが見えなくするいたずら装置とか、そういうのもありましたね。一緒に作ってましたよね。ね、はい。でも無線の方向で確かに特別は出てこないですね。電話のそっちの方ですね。なんでしょうね、やっぱり文化の違いというか、その時その時のなんか、巡り合わせの違うでね、あったんかもしれないですけどね。はい。
まあ、山の上の安井さん、ジーガムスカイセンサーっていう。この辺も私しか分からない話になっていくから、あんまり掘り下げたらあかんねんけど。はいはい。ということでした。もうちょっとちゃんとしたら告知またしますけども、あの、3月と4月に大阪で私、ユーストリームの講座をやるんですね。はい。ご興味ある方はまた、あの、大阪の方で。はい、やりますけど。それはやっぱり、はい、お高いんでしょう。いや、あのね、あんまり高くないようにはしてるつもりなんですよ。本当に山村さんのこのね、はい、今までユースやられてる、はい、あの経験とか言うと絶対安いだろうなと思いますよ。それは安い。聞いてもらえますよね、値段を。あ、今まで私やってきたその値段設定とかから考えたらでしょ。いやいや、値段知らないんですけども、はいはい、いや今までの経験とかね、はい、ずっとされてるのをよく、はいはい、噂では聞いてるんで、はい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 、そうですね、はい、絶対にバンされないテクニックとかそういうのが満載、はい、絶対バンされない配信。一度でバンされた、はい、あの ICUGK のユースさん。それ知ってるけど言うたら怒られるから今ここで言われへんけど、確かにバンさん、あの、あ、そうか、トムさんあれ知ってるんですね。まあそうか、トムさん知って、ね、トムさん知ってると、知っててもおかしくはないんやけど、あの、トムさんじゃないんですよ、ね。でもね、そうそう、あれはや、それはあれはバンされるやろうと私も思いましたけど、後で聞いて驚きましたけど、はい、ね、まあ、あ、山村さんのその、はい、ね、講座かなんかに合わせてなんかオフ会できればいいかなと多少考えてはいるんですけどね。はい、まあ、場所は言っていいと思うんで、あのデジタルハリウッドさんのね、梅田の学校の方のね、はい、お部屋借りてやりますんで、はい、またあの忘年会とかやろうかなと思っててやれずる自前だったんで、なんかあとは。はい、まあ、それ1回きりじゃなくて一応全部5回なんですけど、で、まあ、もちろんその流れに沿ってはいくんですけど、それ以外の、まあ、今その YouTube どういうふうに活用するだとかね、まあ、だからユーストだけじゃなくてユーストと何かっていう、まあ、私やってるポッドキャストもそうですけど、まあ、そういうものを絡めてのお話もやっていきますんで、まあ、メディア全体通して興味あるいう方にもあの楽しんでもらえるかなという内容で考えてますんで、どうかよろしくお願いします。パーティーも5回5回、パーティー5回はしんどいっちゃうかと思いますけど、はい、あの、カズ兄さん、こんばんです。本書いちゃってくださいと。本は難しいですよ。いやいや、電子版ね。はい。ねえ。あの、でも、本当に iBooks 調査出て、あの、あれでなんか作りたいなと思いつつも、どうです、あの、この、まあ、大江先生、松尾さん、トブさん、どなたか、なんかちょっと今やりかけてるとか、なんかあります？そうですね。僕は、はい、ジョブズと私っていう本をやりかけてます。うまいな、さっきの伏線ここで回収するか。ああ、松尾さんには語れん。いや、絶対思ってないですよね。はい。この技いつか使わせてもらいます。はい。トムさんでもさっきのね、お話だと、はい、アプリにまとめたりとかいう流れから言ったら電子書籍も十分ありですよね。そうですね。まあ考えられますね。はい。考えられるけど、すぐにはやらない。で、あんまメリットないような気がしますけどね。そうですか。書籍に。あの、今僕がやってるようなこと、レベルだったらですね。もうウェブか、はい、ウェブでの方がよく手っ取り早いですからね。ああ、まあね。はい。大江先生はまだ、まあお仕事上でまだ iBooks をさ、関わるようなことはないですか？まあ、やれば便利かなっていうのはあるけど、そこまで今のところ暇がないなっていうのもある、はい、ああ、まあね。はいはい。まあ、あの、なんかまた面白いのね、本が出てくるのを待ちたいと思うんですけど。はい。のりつぎさんは、バンとか都市伝説じゃないんですか？都市伝説ちゃいますちゃいます。いっぱい見てますよ、私、バンされた。もう、これ絶対バン来るやろなと思って、しばらく見れて、キャプチャー撮っといて、で、次見たらもうないんで、そのチャンネルね。ご利用規約に違反のため、チャンネルは閉じられましたね。ってね。ああ、やっぱりな、っていうのは。そんなに見てるんですね。うん。いや、あれですよ、急にビューがボーンと上がるのは大体そうなんですよ。ああ、そういうことですか。はい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 。
TL とかね、でもクワタンさんみたいな人がね、もうたまらんじたまらんじいっぱい書くからね、どんだけたまらんのか見に行ってみようと思ったら、もう案の定そういうことになってるみたいなね。はい、ボスさんは写真集でも出したいなとおっしゃってますね。これはまあさっきの iBook 操作の件ですかね。でも芋野さんが乳首さえ出さなければ大丈夫でしょうね。それはどうやろうなと思いますけど、なんか一時ちょっとユーストリームって検査とか審査厳しすぎた時あって、ビキニの女性が出てもダメだったんですね。普通に水着の女性の、例えば水着そのものスイムウェアを紹介したいということだけで映像とか画像を引っ張ってきてやってても、バンされたことがあって、なんか最近そこまではもう気づくなくなったんですけど、今でもそうです。今日そうかな、今日私タイムライン上に URL 貼れましたけど、 2,3 日前また URL 貼れない時続きましたね、ユーストリーム側で。URL は貼れません言うて、いくら貼っても貼っても跳ねられた時があったんですけど、あんな風になんかサービスのタイミングでこう変わったりすることは時々ユーストリームはあるので、はい、コーンタッカさんでしょうか、つまりコメントでバンされることがあるのと。コメントでバン、コメントでバン、誰かの報告が入ったら後でバンされるというか、チャンネルが審査の対象されることはあるかもしれないですけど、基本コメントで何かあったからといってそれでその番組が閉じられることはないはずですけどね。そんなんやったら、ユーストリームが運営側がこう、はい、タマランチっていうキーワードを拾ったらチェックしに行くとか、そういうことはやってなさそうですか。はい、まあ日本でも随分緩くなってきてんちゃうかなと思ってますけどね。まあでもちょっとこの先はまだわからないです。山田さん、バン見届け人なんですね、理解で思ってますけど。はい。まあそんなに言うほどたくさんは、はい、見てませんよ。はい、そういえばユーストリームアワード関西というものもね、3月の末にイベントで関西ウォーカーさんと SNO さんの方でねありますんで、はい、あちらは投票っていうんじゃなくて、まあ、審査員の方がね審査して決めるというものです。ただ番組自体はエントリーしとかないといけないんで、Facebook とかされてるって上がったの。はい、あ、もうエントリーしてますよ、うちの番組もね。はい、もらえるんですか。いや、わかんないです。それは審査員。私は今回審査する方じゃないので、審査される側なんで。はい。なんですけど、はい。でも、ウフガールズチャンネルもどうぞよろしくお願いしますね。はい。あちらも大事なんで、はい。よろしくお願いします。ということです。はい。ということで、まあ、0時も18分過ぎてしまいましたが、はい。もう、ネタ万歳ですね。ネタ万歳という言い方もないけど、はい。いつもネタあるように書いてて、結局はネタない。なんかね、使い切ってしまうんですよ。いや、でも今日はトブさんの話が一番、ね、最高の本だったんで、助かりました、本当。いや、トブさんいなかったら、もう今日は本当に大変なことになるところでしたね。はい、トブさんから何かこう、お知らせとか他ないですか？別に何も。希望とか希望は特にないですね。はい、ないです。あと2月24日とかにその全オブスティーブジョブズとかって本が出るみたいなんで、はい、出版社の方から PR しといてって以前言われてたんで、はい、もしよかったら皆さん見てください。はい、それは先ほどのサイトにも貼ってる情報ですね。貼ってますね。画像を多分貼っつけてると思いますね。あ、はい、わかりました。はい、じゃあ皆さんそれをチェックで、うん、はい、そうですね。永平寺詣をした僕はちょっとぜひ見てみたいと思います。はい、行きたいんですよね。はい、はい、もうむっちゃ寒かったです。僕にはここで修行は無理だと思いました。はい。はい、ということでした。たびたび本当すみません。トムさん本当ご協力いただきました。ありがとうございました。はい、タイムマシンラジオは先ほど言いましたように後編がもう出てます。それから今週また3つ3本の配信も出ますので、どうぞ聞いてください。それでは次回の配信まで、オーボアジョブズと私。なんで思うんで最後笑うの。